昭和48年岐阜県史資料編に春日家文書が収録された。この滋賀県近江の神主が書き記した春日家文書によれば、これまで言われていた斎藤道三の美濃の国取りは、実は道三の父永井新左衛門の城とその子道三の親子二代にわたって成し遂げられたことが明らかになった。一方、尾張の信長の父織田信秀は天文13年と16年の2度にわたり美濃を攻めた。しかしいずれの場合も道三に阻まれ大敗を喫する。このため信秀は美濃を攻めるのを諦め和睦の道を探る。明くる17年、信秀の家老平手正秀の働きにより道三の娘濃姫と信秀の嫡男信長との婚儀を迎えることになる。尾張と美濃の戦乱はこれによりひとまず収まることになるのである。鏡子殿。はい。親方様のご出題でござる。濃姫様をお呼びくだされ。はい、ただいま。光秀、おのおはどうした？は、ただいま鏡野殿が。そうか。しかし、本当によろしいのですか？こたびの輿入れの件。致し方あるまい。おお、来たか。美しい。今宵は特に美しい。おの、よいな。お断りしてもよろしいのですか？いや、もう決めたことだ。ならば致し方ありません。親方様、させがましゅうございますが、お能様は時頼武様のご嫡男頼純様へ輿入れなさる。だからなんだ。はい、頼純様はお亡くなりになって、お能様は稲葉山へ戻られたばかりでございます。それをまたお輿入れとはあまりに。それがどうした？鏡野殿、親方様の光秀、もうよい。はっ。おの、このわしが何と呼ばれておるか存じておろうな。はい、マムシの道三殿と。そうじゃ、マムシはな、生まれてくるとき親の腹を食い破り、親を殺してこの世に出てくるのだ。存じております。この戦国の世、マムシと呼ばれることむしろ誇りじゃ。殺さなければ殺され、親であろうが何であろうがな、これがこの世の実相なのじゃ。親方様、それゆえ時頼明様もこの美濃から追放なされた。ああ、殺さないだけでもマシというもの。ならば父上は尾張も。あ、信長。あ、鏡野、お前に言っておくがな、お前はただ濃姫に仕えるだけが仕事ではないぞ。信長の動向を逐一知らせるのじゃ。信長うつけ者と聞く。事実うつけ者か、はたまた我々を欺くためか、それをも調べよ。よいな。はい。おの、これをそちに与える。関戸兼定が期待し技者じゃ。信長そちがうつけと思わば、その金定で首かき切ってよし。となると尾張は手づかずで道三のものになる。
老三のものにの。何がおかしい。この脇差し、婿殿を指すとは限りません。何、今は戦国の世、この技者が父上を指すことになるやもしれませんぞ。濃姫様、世は乱世、父子兄弟のつながりは当てにはできますまい。よくぞ申した。それでこそマムシの娘よ。ん、濃姫様。光秀殿は、そなたとはいとことして幼い頃より暮らしてきた日々を私は決して忘れませぬ。濃姫様、父上、このお能は信長殿のもとへ腰入れしてまいります。ではこれにて鏡の。はい。おの、今生の別れじゃ、ひとさし持ってくれぬか。はい、父上のお望みとあれば。